ラジレコで3人がガチンコ勝負を繰り広げる歌姫スペシャルライブ、若干1名姫じゃないけど、はい、どんな歌が飛び出るのか楽しみにご覧ください。それではどうぞ。早速なんですけどもね、今日は分ける曲しか持ってきてません。はい、みんなおとなしく聞いてようぜ。無理だね。いや無理でしょ。いやそれ、じゃあというわけで1曲目いこうと思います。千本桜。Get up, get 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 up
ノンストップってやつなんですね。感じないよ、不足を忘れないよ。さっきミラー先生として行けとかね言ってた
Straight up!
私の最初のオリジナルソングです。願いをスペル。
Yeah.
の夢だと思ってます。そんなつもりで歌う歌です。聴いてください。諦めないことが大切なんですよ。で、次の曲なんですけども、まあ、大体世の中のね、もう皆さん多分ね、世の中の楽曲にうんざりしてると思うんですよ。幸せなものを幸せだって言ったって別にそんなの面白くないじゃないですか。恋愛というものが全体にあったり、氷山のね、頭のところ、ここね、一角、ここだけ海の上から上がってるここだけを皆さん歌ってますけど、私はここのもう海の下のこういうでっかいですね、たくさんのミスマッチについて歌おうと思います。なんかこの人はいいなと思ったらなんかいきなり彼氏の話をしたりですね。あんまり興味ない人から声かけられたりね、そういうことを歌にした歌です。ミスマッチ、聴いてください。
知らないけど目と笑うね。
メラって曲です。ひらがなで書きますので、ぜひご覧ください。大体このエンテイナイト、あ、5月29日にエンテイナイトっていうのがあります。そう、これはカレーのイベントですけど、中島公園にあるオリエンタルホテルの地下にあるデュースという、まあ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 でっかいライブハウスで、やるイベントです。パーティーイベントです。大体いつも僕がトリでこの曲を歌ってみんなが踊って帰るっていうですね、北島三郎的な役割をさせていただきます。ありがとうございます。ちょっと喋りすぎました。じゃあちょっと歌います。スペクタクルだとめよね。皆さん、ララミちゃんと、青柳さんでした。